滋賀県在住 B さんからいただきました。え、今何言おうとした忘れた。さっきの配信20時14分30秒に起きたんですよ。それで目は覚めたんですけど頭が回らない。さっき寝てたんですよ。話し会終わってから21時14分30秒まで寝てました。コンセプトで合わせたメイク直さずに配信した超能力持ってるかもしれない。あきさん、あきさん、こんばんは。チュチュンチュン、カトちゃん、はじめまして。はじめまして、ナミさん、やっほー。このラジオはAM、FM、なんて言うんでしょうか、有線有線明日お話しかないの楽しみにしてる。わー嬉しい、待ってます。チューバーパジャマ着ます。今で流れてそう大丈夫、合宿免許とか言わないから。涼しい。琴ちゃんの配信なんか聞かずにもう寝ちゃいなよ。眠いんでしょ、寝たっていいじゃん。どうせ眠いんだから寝落ちするよ。もう寝ちゃえよ。はい、悪魔さんよりリクエストいただきました。 NM48 でワルキー。あのそう言っちゃダメかなと思ってやらなかったけど、ワオってやつ。あること寝ちゃいなよ。みんなもう眠いんでしょ、寝ちゃいなよ。だって明日日曜日だしぐっすり寝れるじゃん。おやつ食べてもう寝ちゃいなよ。
で噛んだからダメ厳しい3周した人は3周してカウントしたら寝ていいですになること。愛知県出身19歳ことちゃんこと杉浦ことねです。おめでとうございます。お誕生日大阪府出身20代スイカさんよりいただきました。サングラスと打ち上げ話、この曲はサングラスを外したら僕はとてもコンプレックスな部分が見えてしまいます。それを隠すために僕はいつもサングラスをしていました。それでも彼女に打ち明けないといけない時がました。あーどうしよう、毛づくろいをして身をブルブルしてとってもとっても緊張するな。さて言わなきゃいけない時が来た。僕実は夫愛なんだ。それでは聞いてください。 NMB48 でサングラスと打ち明け話。
って何ですか？目とこっちの目とこっちの目の色違うこと。猫で言ったら水色と緑みたいな感じです。もう全く眠くないんです。さっきの方が眠かった。もう覚めてしまった。寝坊しないでね。どうしよう。7時45分明日みんなあ、そうだからさっき前半 DJ が稼働しなかったんです。30秒前に起きてたので全然 DJ が思い浮かばなかった。すいません。誰か起こしてくるの？誰も起こしてくれません。モーニングコールとかあんのかな。クリンさん、ハートありがとうございます。トリスリーのキャメリディさん、ハートありがとうございます。女室いないのって、みんな言えよ。番号教えてくれれば俺がするけどなモーニングコールじゃ起きない、起きない。最強の女なので心配です。愛知県在住70代ミニーばあちゃんさんよりいただきました。私って本当はどこにいるんだろう。それでは聞いてください。 NMB48 で存在してないもの。あと500ありがとうございます。かりんさん、けんさん、はじめまして。存在してないものを見たことあるな。でも何枚は振り起こし準備したけど出番なかったわこの慣れ出番なかったです。朝一番は何時から？7時45分です。
カトちゃんは実在するのかな。どうだろうね。ミニバーちゃんがあんまり実在しないから、カトちゃんも出現率は低いかもしれない。まさかのこのショールームバーチャルだったりする。バーチャルカトちゃん、早起き頑張ります。頑張ってください。頑張ってください頑張ってください、おかしいな。一緒に頑張りましょう。ちゃんちゃんちゃん JKT のことが、子が少年もやってる。何言ってるか、アナミラゴンって言ってみて。ちゃん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 、インドネシアの子だった。コトネシアじゃなくて、あ、仲良くなったかな。いかんやん。パーティーが始まるのあるかな。この配信を手紙作ってます。ありがとう、嬉しい。ないな、ないのがいっぱいなのよね。大阪府在住10代チベットさんからいただきました。私そんなに似てるかな。そんな似てる、そんなに似てる。私方角わかんないよ。それでは聞いてください。日向坂46さんでキツネ。てるんだ。なるほどね。ちっちゃ、こんばんは、かとちゃん。こんばんは。コン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 って絶対言う。いつ言うんだっけ。落ちサビの後。ついたらいいな。プラスの選びあったら見てみます。次カン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 。32分になったら星集めに旅立ちます。いってらっしゃいませ。気をつけて帰ってきてくださいね。お体気をつけて心も気をつけてください。ハート奪われないように。今日は USJ 行ってたので、いいなー。私年パスさ、9月までだけど延長あるから111日、結構年末まである。
できた曲かもしれないね。コン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 合ってる？コンコンのタイミング。曲名のテロップは自動で表示。そうです。あ、そのないな、ガラスないラブユー、ない曲多いんですよね。イコラブも OK。 ラブって言っても出てこないのか。どうやって曲を再生するんだ？カン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 。愛知県在住10代女性、杉野さんからいただきました。ドラム、私はある楽器を吹いているのですが、いつもその後に「ちょっと待って、口にちくわついてるよ」って言われます。なんででしょうか。それでは聞いてください。哀愁のトランペッター。乃木坂検索します。次、金管楽器さ、右上の人吹いてるから、ちゃんと金管楽器吹くとここもまあ丸くなっちゃう。あるある。すっきゅんださーん、面白いよね。なんか自分のまず自分のお父さんがさ、杉浦さんってさ、2歳の子に言われてなんて思わないじゃん初めて聞いた時びっくりした、普通に杉浦さんって普通に言ってたからよくいけるな、こんな怖い人にって思ったもっと吹奏楽部です。ホルン弾きます。ホルン、アルトホルン、チューバ、トランペット、トロンボーンは音が出ます。フルート、ヒューって音しか出ない。あとリード楽器は音が出ません。あ、アルトホルン一緒。小学校の時アルトホルンしてました。ホラも吹きます。待って、今じゃん私チューバじゃない、なんだっけ、チューバ、あれチューバだっけ、コントラバス、コントラバスなんだ、コントラバスこれか。ホラうまいね、ホラうまい一番うまいのホラ
頃かもしれん。私も先生が何やってましたか？フルートとバリトンサックス、フルート、フルート服系女子めっちゃ可愛いんですよね。フルート、なんか生まれ変わったらフルート服女子になろうと思ったら泥明けで老けたので、私に未練はないです。もう吹奏楽の未練は。フルートに生まれ変わる。今日は歌うコーナー、あ、いつも流すだけなんですよ私。ポンコツパーソナリティなんですラジオの。じゃあ乃木坂さんで何にしようかな。何にしようかな。あ、いいのあった。愛知県在住10代杉浦琴音さんよりいただきました。私はフライデーに命をかけています。それでは聞いてください。13日の4期ビュー。タイトルミスですね、これちょっとね。ちょっと違うんですよね。13日の4キビウ。タイトルミスです。見つけた時のやったーっていう顔よ。待って、映ってんの？映ってるか？おやすみ、おやすみなさい。あ、ぶっちゃけ話なんですけど、私皆さんには言ってないんですけど、唯一落ちたオーディションがあって、何だと思いますか？黙って、ありがとうございます。みすみ、あなたもありがとうございます。ペットになり、いやいや、もっと深刻な、もっと大きなオーディションです。名古屋市長体操のお姉さん芸人オーディション NSC。 でも本気で、新喜劇の一番かわいいところあるじゃないですか。あれになりたかった時あった。歌のお姉さん、歌は歌えないんですよね私。
マドンナ役したかった。マネちゃんのあります、いやもっと人生に関わります。そうマキちゃん好きだったんですよ。マキさん、ヤンキビュー栄えミスなんとかみたいな。残念、小学校のカラーガードのオーディションでした。落ちましたね、あっさり。そうなんですよ。それでカラーガード落ちちゃったので金管楽器をしたんですよ。それであのプンプンプンの世界に、の世界に入りました。バイクの実技試験で一本橋落ちたね。そんなこともあるさ。今回もまた漫画で見直して、そうなんです。さてやく、ありがとうございます。大阪府在住10代バドミントンさんよりいただきました。髪色はインスタ参考、今年はナギション、笑顔も写真を見て笑います。ナギシュのグラビアの着ていた T シャツも買いました。それでは聞いてください、欅坂46さんで渋谷川。ちょっと難しいな。そうです、渚川です、これは。マリンさん、バラありがとうございます。ゆいちゃんズだ、違います、なぎちゃんズです。なぎちゃんズの渚川です。こんばんは、こんばんは、はじめまして。渋谷川初めて来ました、はじめまして。鶏肉の肉って違いますよ。私のいいね欄見てください。え、ていうかさ、私あんま人のツイート、自分に関係ないツイート
あんまいいねしないんですけど、私のいいね欄の一番上にあるツイート面白くて1時間に1回見ても笑えます。思い出すだけで面白い。皆さん見に行ってください。あとツイッターのフォローもお願いします。動物病院でしょ。一番笑った。すごく面白いですね。面白いですよね。あれ私だけから戻ってきたら顔分け。そう、皆さん私のツイッターのいいね欄めっちゃ面白い。NMB のレパートリーがなくなってきた。僕はこの日に卒業できます。何年も何年も眠っていました。毎日寒い思いをして、毎日隣の餃子のタレと大丈夫、明日にはここを卒業できる、そう思って毎日過ごしていました。あの人がいたから僕は抜け出したんです。おーいばあちゃん、また賞味期限切れの入れてんのか。今から整理するぞ。ガチャンガチャ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 。これ2014年じゃねえか。こんなもん入れてたらダメだ、腹痛くなるぞ。ガチャガチャガチャ。ありがとうございます。それでは聞いてください。 NMB48 で12月31日。ありがとうございます。トトロの家族じゃないです。あのそこばあちゃん家に、そこは何ですかね、おじ、私のおじが毎回あの大晦日になるとすごい整理し始めるんですよ。いろんな冷蔵庫の中の、それでその冷蔵庫の中の期限切れの調味料の気持ちを歌った、そんなエピソードのあるリクエストでしたね。で、昔見てきたよ。この世の中に。そうですね、使われなかった。そう、でも使ったと思うよ、使ったとは思うんだけど、ちょっと使い切れなかったですね。い
今日は土曜日だよ、イエイイエイイエイ、土曜日だよ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 。ミラボールありがとうございます。何か歌わないの、あ、たまに歌うので見逃さないでください。久々さん、ハートありがとうございます。土曜日も8分ですね。ありがとうございます、三井さん。おうわーよー、ちょっと来世マリオになりたいんですよね。マリオってさ、いや分かってないよね、絶対ピーチ姫が悪いじゃん。何回も助けちゃうんだよね、マリオって。ありがとうございます。じゃあワイルイージになれない、ルイージ平和だよね。あの、私あれになりたい、ハンマー投げる人。たまに移動してた。クッパも仕方なく連れ去って、そう、それもう仕方ないよね。またやってる。ラストの曲は何をチョイス、あ、ラストの曲はらしくない曲をチョイスしております。なにわが熱いさん、バラありがとうございます。はいはい、ハンマーブロスっていうのか。目が怖い。ハンマーブロスを真剣にやりたいんですよ。なって。ダンステンバンゴーオン。ファイヤー投げていいんですか。でもマリオの世界楽しそうだよね。ちゃん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 、おとちゃん踊れるの、踊れません、踊れません。でも命がけだけどさ、なんかすぐ生き返れますよね。クシャン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 、全部壊してもさ、次の日もうまくにそこ入ったらさ、綺麗に街が戻ってるじゃん。ちゃんちゃんちゃん、ちゃっちゃっちゃん、ちゃっちゃっちゃん。難しそう。13
13位。13位クリッチさんありがとうございます。12位 FFF さんありがとうございます。11位タツノシオさんありがとうございます。10位にシャンシャンありがとうございます。9位ヒソさんありがとうございます。8位マリンさんありがとうございます。7位マッコさんありがとうございます。6位シンキチさんありがとうございます。5位カリンさんありがとうございます。4位タクマスさんありがとうございます。3位ミスミンさんありがとうございます。2位ミツイさんありがとうございます。1位アバイプさんありがとうございます。皆さん今日も一日ありがとうございました。ありがとう、明日も頑張りましょう。ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。ちゃんちゃんちゃん寝てもいいんやで。お疲れ様です。ありがとうございます。おやすみなさい。切れるまで喋ってます。ルンルンルン、ちゃんと起きてくださいね。頑張ります。頑張ります。ちゃん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 、パン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 。皆さんありがとうございました。7時45分からです。ハロー、切れるまで配信します。ねえ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 切れました。なんだよって。じゃんじゃん押し集めてくれます。ありがとうございます。明日のスケジュール確認で壁貼ってきます。今の切れてた、切れさせた、みんなを切れさせました。じゃあ皆さんお疲れのターンお疲れのターン、頑張れのターン、お疲れのターン、おやすみなさーい。ちゃんちゃんちゃん、レナタン、レナタン、超絶可愛いレナタン。